鳥居と、山道中島神社は、兵庫県と洋市にある神社である。式内社で、旧社格は、県社。この味噌、歌詞の神として、聖歌業者の数敬を受け、日本各地に分社がある。田島守る命を主祭神とし、天遊川田中身を廃止する。田島守る命は、雨の日ぼ子命の五世の子孫で、日本書紀に記される、水仁天皇の命により、 とこよの国から、肘効果を持ち帰ったとされる人物である。立花は、菓子の最上級品とされたことから、菓子の神、この味噌として、また、柑橘の祖神としても数敬される。また、現鎮座地に今日構えて、当地を開墾し、人々に養蚕を奨励したと伝えられることから、養蚕の神ともされる。天湯川田中身は中古に合祀された、休み神社の祭神で、 鳥取連の祖神である。日本書紀によれば、水人天皇の命により御子誉まれつ別名のために、くぐいを捉えた人物で、一説には、古事記に記されるくぐいを捉えた、地、数名三行き水門の近くに祀られたものであるという。国史文書によれば、水子天皇15年、田島守命の七世の子孫である、三宅騎士が、祖神として、田島守命を祀ったのに、 はじめまるといい、中島という署名は、田島守る命の墓が、水人天皇陵の池の中に、島のように浮かんでいるからという。中古、休み号内の四社を合使し、五社大明神とも、称されたが、後に、休み神社以外は分離した。明治六年十月孫社に、列格し、同二十八年十二月に、合社、昭和十年十月に県社に昇格した。 例祭は4月第3日曜日に行われ、合祭とも立花祭とも呼ばれ、全国の聖火業者が多数差を熱し、業界の繁栄を祈願する。本殿は二軒舎流れ作り日和だぶき。応援年間の火災の後、象徴元年に再建されたもので、室町中期の特色をよく示しているものとして、重要文化財に指定されている。ありがとうございます。